違うんだよな。ニコーン。もうちょっと自然な感じで。表情もポーズも硬いな。おいおい、全然ダメじゃないか。しっかりしてくれよ。そうは言ってもこういうのは慣れなくて、一体どうすればいいんだ。もっとキュルルンって感じで。キュルル、なんだそれは。一体どういうことなんだ。キュルル、こう体をねじる感じか。もっとセクシーダイナマイツたちワイルドに、リザードランナーの群れを従える気高き姫様ランナーのように。私は姫様ランナーを近くで見たこともないんだが。つまりセクシーかつワイルド、それでいてキュートにクルルンって感じってことよね。どういうこと。仕方ありませんね。私が手本を見せましょう。ポーズを取ることにかけてコウマ族はプロですから。おい、これはリアの撮影会だぞ。私たちは問題が起きた時のフォロー役なのだから、あまり目立つのはよくな。さあ皆の者、魔導カメラを構えよ。我が名はメグミン、セクシーかつワイルド、それでいてキュートでキュルルンの者。あのすみません、もう少しおとなしくしてくれませんか。リアが撮りたいんで子供にはマジ興味ないっす。何を、我を子供とは。むが、はいはい、落ち着けって。フォロー役が余計な問題を起こすなよ。せっかくいい写真が撮れると思って楽しみにしてたのに。エリカちゃんなんかはポーズが得意なんだけど、リア推しでいいのかちょっと悩んじゃうよな。すまない、一生懸命やってはいるつもりなんだが。最近はアクセルハーツの人気も上々だし、いけるかと思ったけど、個別撮影会はリアにはまだ難易度が高かったか。何の声だ。さあ、どうせ興奮したファンのおたけびじゃないの。違います、モンスターです。トロールの集団か。ダニエルのやつ、証拠りもなくまた部下を送り込んできたな。どうしてこんなところにトロールが。助けてくれ。みんな下がって。はぁ、待ってリア、一人じゃ危ないわ。ダニエルの目的はきっと私たち踊り子だ。私のせいで迷惑はかけられない。そして私のファンは私が守る。その心意気や、よし、私も手を貸しましょう。行くぞリアに続け。このスバ、このスバ。はぁ、大半は片付いたか。まだあっちにいるわ。ねえ、もう私疲れたんですけど。カズマ、そろそろ爆裂魔法打っていいですか。まだだ。こいつらバラバラに散らばりやがって。これじゃあメグミンの爆裂魔法で一掃するのは難しい。そんなこと言っても仕方がないだろう。こいつらを全滅させる。いつになく気合が入ってるな。でもこんな戦う姿を見せたらリアの人気が下がるんじゃん。うおー、ななな、なんてことだ。もう死んでしまいそうだ。
客に被害が。おお、また仕留めましたよ。かっこいい。リアがこんなに強かったとは。まるで戦場に降り立った女神のようだ。こんな押し切りにしい姿が取れるなんて、嬉しくて死んでしまいそうだ。さあ次は誰、相手をしてあげるわ。すごい気迫だ。トロールたちが尻込みしている。来ないならこちらから行かせてもらう。はあ。戦う姿なんか見せてどうなるかと思ったけど、杞憂だったな。ああ、可愛いだけが踊り子の条件ではない。こういう方向でリアは人気が出るんじゃないか。やはりかっこよさこそ世界の断り。リアにも今度はコウマズク流のポーズを教えてあげましょう。なんだか知らないけど、みんなが喜んでくれてる。私らしく全力でやればいいってことかな。未だにキュルルンって言葉の意味もわからないけど、私は私らしく頑張っていこう。かかってきなさい。アクセルハーツのリアが相手になるわ。このスバキャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を